お疲れ様です。ベーシストの龍一です。今回は腸の思想で使える2フィンガーフレーズを一つ紹介しようと思います。今まで思想で使えるスラップフレーズっていうのはね、ちょっと何回か紹介したことあったんですけれども、まあ、2フィンガーのフレーズもね、ちょっと思想で使えるようなやつを一つ紹介しようかなと今回は思ってます。まあ、初心者のベーシストの方とお会いすると、みんな思想にちょっと苦手意識があって、楽器屋でいろんなベースを弾くことができないっていう人とね、結構よく出会います。しっかりと、まあ、思想できるフレーズがあって、でそのフレーズをある程度演奏できたら、まあ、恥ずかしくないと思いますので、まあ、難しすぎず、簡単すぎずのね、ちょうどいい感じのフレーズを紹介していきたいと思います。まだ T1 研究部に入部してないという方は、チャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。それでは早速いってみましょう。まあ、2種類のコードを使った定番なフレーズになってます。でこのリフの頭はスタッカート気味に弾いて、なんとなくね、初心者ではないですよ感を出しましょう。で途中で出てくるゴーストノートは、音が小さくならないように、まあ、ゴーストノートこそ音を大きくするんだという気持ちでね、弾いてください。一つ目のフィルは教則本とかでね、まあ、よくあるフレーズになってます。左手を少し大きく開いてね、弾くフレーズになってますね。でフィルの二つ目は僕がよく使いそうなね、ハンマリングプリング多用フレーズです。まあ、しっかり音を鳴らしてね、まあ、リズムよく演奏していきましょう。そうで弾けるような、まあ、ちょうどいいくらいの2フィンガーフレーズの紹介になりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。